ティツィアーノ、ジュリオロマーノの肖像1536年頃、キャンバスに、油彩、101X86 センチメートル、マントバのパラッツォデルテに描かれたフレスコが、クピドトップ集計の結婚披露宴、ジュリオロマーノは、ルネサンス中期の建築家、画家。幻想的、官能的なマニエリスム芸術を展開した。ジュリオロマーノ、生母子1520から1522年、 ウフィッツイ美術館、ジュリオロマーノ、聖母子1523年頃、ジュリオロマーノ、マルゲリータパレオロゴ、ゴンザーガの肖像板に、油彩、ロンドン、ハンプトンコートジュリオロマーノ、化粧をする婦人1520年、ジュリオロマーノ、羊飼いたちの礼拝ローマのカンピドリオの近くで、生まれ育ったジュリオロマーノは、ユリウス2世紀の在位末期、ラファエロの下で修行を始め、 1513年には、ラファエロの工房内において、最も重要な人物となった。ジュリオ・ロマーノの名声は、教会国家の範囲を超えて、急速に広まった。1521年から翌年には、25歳前後に、して、すでに、マントバのパラッツォ・ドゥ・カーレ内のイザベラ・デステの、グロッタの居室を計画するほどだった。1522年の末には、 若きマントバ公爵フェデリーコ・ゴンザーガが丸ミローろに、ある城を別荘に改修させようとしている。死であるラファイロの死後、ジュリオ・ロマーノは1524年10月、マントバのゴンザーガ家に招かれ、夏の離宮であるパラッツォ・デルテの建築家に任命された。その後マントバにおいて、ゴンザーガ家の秘護のもと、その得意な才能を開花させ活躍した。 マントバのあらゆる建設に対する彼の権威は絶対的で、ここで仕事をした20年ほどの間ジュリオ・ロマーノが広告の建設計画を支配していたとともに、他の主要建築家たちと比べて非常に自由に自分の建築を実現できるような特権的な立場にあった。バチカンの後期のフレスコ画やキリストの変容、歌手の木の下の聖家族といった後期の作品は、 一般的にラファエロではなく彼の手によるものとするのが、定説である。ラファエロと共に、バチカン宮殿の壁画を描き、ラファエロが救世した後に壁画を完成させ、名声を上げた。彼は、マントバに自邸を建て、晩年まで暮らした。彼が、以後の建築家たちに与えた大きな影響は、ミケーレ・サンミケイリア、セバスティアーノ・セルリを、ヤーコポ・サンソビーノだけでなく、 ガレアッツォ・アレッシア若きアンドレイアパルッラーディオの建築や計画案にも見ることができる。ジュリオ・ロマーノ、恋人たち木炭とインク、ブダペスト美術館、ジュリオ・ロマーノが設計、建築、装飾も手がけた。ジュリオ・ロマーノ最高の建築的業績であると言われる。古典主義建築の規則にとらわれない、自由な造形を見せ、マニエリスム建築の代表作とされる。 荒いしつみに見えるが実は、化粧漆喰い仕上げで、一部の窓は騙し絵、アーチの要石も大きすぎるなど、ルネッサンス建築の基盤からの逸脱が見られる。また、巨人族の没落も有名で、マニエリスム美術の傑作と評価されている。室内装飾が完成度の高い繊細さを備えているのに対し、巨人族の没落は全く異なる特質を持ち、仕上げは荒々しい。 このいわゆる巨人の間は主に1532年3月から1534年7月にかけて描かれた。天井全体は円形のもろもろの神々が集まっている大神殿の描写で覆われ空中から見られているように見える。巨人 VS 神々さながらの光景はロマーノがラファエロの下で十分に習熟したイリュージョニズムや投資画法の工夫で一層強められている。 ジュリオ・ロマーノの設計、建築。ロマーノは、公のお気に入りの芸術家だったので、住宅の規模から相当に財産があったことがわかる。様々な形の染め石積みや表面で仕上げられた、非対称ながらも、超綺麗で極めて繊細なファサードの浮き彫りが特徴とされている。そのファサードは、ブラマンテの設計したラファエロの家の最も見事なパロディである。 一種の不完全なペディメントを形作るように中央で高まり、続いてペディメントがその下にある平たいアーチの要石を押し下げている方法や、幾分小さすぎる浅いアーチの中に押し込められて、円柱には指示されていない、見事なエンタブラジアをいただいた奇妙な窓枠構造など作法にのっとらない方法を生み出し、その手法は建築士屋の間で評価が高い。 ペイシャのバルダス・サーレトゥリーニの別荘。教皇庁手の平寺院長で、ペイシャ出身のバルダス・サーレトゥリーニのため、ジャニコロの丘の頂上近くに、郊外型別荘を設計した。クリスト・オフォロスターキからの依頼でサンテウスタキオ広場に、面する住居の建設に取り掛かった。ジュリオ・ロマーノの設計、建築。1542年の末、ティエーネ家の兄弟から設計を委託され、 その工事管理を任された。1545年4月1日の火災で消失した、マントバ大聖堂の再建計画。エルコーレ・コンザーガから依頼された、ジュリオ・ロマーノ最後の建築作品である。ラファエロとジュリオ・ロマーノによる、クリストフル・イトポルド・フロン・メルチョ、稲川直樹役、イタリアルネサンスの建築、大月・武志著建築と都市の美学イタリア、ごソ礎マニエリスム。 ありがとうございます。